皆さんこんにちは、占い師の水木ノアです。私はこちらドラゴンパレス竜宮占い館で、これから占い師として、出演してますので、ぜひ皆さんいらしてくださいね。今日はですね、自分の願い事が叶うおまじないというのを一つご紹介したいと思うんですね。これは私が自分で実際に試してみて、そして、何回かこれが実現している、強力なおまじないと言ってもいいんですけれども、今はですね、スマホになってるから、時間指定のメールを送信するっていうのが、なんか 有料のアプリとかそういうことだとできると思うんですけれども、昔ね、ガラケーだった時は時間指定のメールって私できたんですよ。覚えてるかな、みんなできたのかなと思うんですけど、日時を指定して、メールを送るんですね。でその時に、自分の願い事がすでに叶っているという状況で、自分の未来を、そうなっていてほしい自分の未来を文章にして自分宛にメールを送信するんですね。でこれは今のスマホでやるとすぐに送信になっちゃうんだけれども、それを自分で文章で書いて、そしてその願い事を叶えたい日に、自分の、宛に送信ボタンを押す。でそれで、自分の願い事が叶うというようなおまじないなんですけれども、自己暗示に近いものがありますよね。これで私は3回、願い事を叶えたことがあります。これをね、ぜひやってみて、自分の、こうなってほしい、こうありたい未来っていうのを文章に書いてみて、願いを叶えていこうというおまじないです。ぜひやってみてくださいね。これ、港区新橋 2-16-1 ニュー新橋ビル3階349号室がドラゴンパレスです。こちらにぜひ遊びに来てくださいね。水木奈和でした。